今日はもやしを使って簡単にまた2品紹介したいと思います。もやしってね、切らなくていい野菜なので、洗えば使えるというね、非常に楽ちんでお野菜なのでね、今日もまたまたまな板いらずのお料理をしていきたいと思いますね。はい、まずもやしですけど、洗ってこうやって水を切ったら、はい、豚肉をちょっとこうほら薄切り、今日は薄切りの豚肉ですね、買ってきたまんまこうやって広げればいい。上にこのまま火を入れていきます。もやしが乾いてなくてね、今濡れ少しお水がついてる状態だから、このままで結構ですね。でもしね、もやしが乾いてるようならお水ちょっと入れてあげてくださいね。そして今日はごまを使ったドレッシングを使っていきたいと思いますのでね、マヨネーズにごまたっぷりね、それからちょっとお酢ね、お砂糖、それからお醤油もちょっと入れて、ただこれ混ぜるだけです。でこれはあとふわふわふわと湯気が上がってきて、そして豚肉の色が変わったら出来上がりなんですね。もやしの方はあんまり火を入れなくてもシャキシャキ感が残って美味しいので、はい、これで出来上がりですね。もやしのかき揚げって聞いたことないですよね。でもね、もやしってね、やっぱり切らなくていい野菜なんでね、こうやって水を切って、まだ少し水が残ってる状態で結構ですので、はい、ボウルの中入れていただいて、で今日はね、ちょっと塩分にしちりめんじゃこを使っていきますね。はい、これちくわでも美味しいんじゃないかなと思うんですけどね。でこの中に小麦粉を入れて、はい、小麦粉を入れていきます。でこの小麦粉の量なんですけど、もやしがまとまればいいです。まとまる量入れてください。天ぷらの衣じゃないんでね、これがないと油の中でバラバラになってしまいますんでね、あんまりたくさん入れなくていいわよ。油はもやしかき揚げですから、薄く仕上げたいので、たくさん入れる必要はないですからね。ほら、つかめる状態ね、結構たくさん一袋でいっぱいあるでしょ。だから2人家族だったら豚もやし2半分かき揚げ2半分でもいいですね。はい、1つ掴んだら油の中入れて、こうやって広げていただくのね。はい、でこれどんな味がするかちょっと楽しみでしょね。ごぼうみたいな感じになるの。今日はもやしとちりめんじゃこだけですけど、ピーマン入れても美味しいね。ちょっと細切りにしたピーマン入れたりね。ほら、肉の色変わったよ。これでだいたい出来上がりですね。1、2分ぐらいで大丈夫だと思います。でこれね、もやしのかき揚げの方はね、ちりめんじゃこの塩分だけですのでね、カリッとした食感楽しむんだったら、やっぱり揚げたてで召し上がってください。ちょっとやっぱりね、もう一品なんかボリュームのあるのが欲しいなったら、揚げ物ってとってもボリュームが出るんで、一品ちょっと足らないなっていう時には、もやし一袋あったらいけるわって思ってくださればいいと思います。これから夏にぴったりの豚もやしと、ね、それからあと一品足んないなと思った冷蔵庫のあるもやしで簡単にかき揚げ作ってみてください。